宮田部です。こんにちは、中村優斗です。今日はコメントですごく多いボランチでのターン、ボランチのターンをやろうと思います。まあきっとみんなが言ってるのは、じゃあ中村さんやってみるね、はい、ここの位置からボール出した時に、はい、こういうことでしょだと思います、自分もね。イニエスタのターンって言われても、あれすごく普通のことしてるんだよね、逆サイズ、そこだよね、はい、で、これをまあもっと今日は練習方法を教えた方がいいかなと思います。そうです。まずこれ回るのは怖いっていう選手多いと思うんだよね。怖い。要するにほら後ろ見えてないから。ああ、そっかそっか、見てない。なるほど。だからここで首振るタイミングいつっていうところ、はい、中村さんはほら今の分かった、ここよ、これ首振るタイミング、これってさ、よく首振れっていうコーチも多いんだけど、多いですね。でも今もバッチリ合ってるじゃない。いつ振るかっていうの教わりましたか？教わってはないですね。でしょ。このタイミングをまず知らないとボランチやるの怖いはずなんだよ。これね、蹴った瞬間なんだよ。蹴った瞬間、ほらもらえる、蹴った瞬間でここで首振れるから。そう、蹴った瞬間、ほら、蹴った瞬間、そうだ、蹴った瞬間でここで見て、パッと前に、ね、ほらやってるよね、もう入ってるよね、はい、ここね、蹴られたね、次抜かない。だからまずここを一つ、はい、で久保建英選手とかはこれをまずね、蹴る前に、もらう前にパッパッと右左見る、はい、それからもう一回パッパッと右左ね、もらう前とね、もらう前と蹴った後に1212って見てね、これが基本、はい、だから「はい」っていう、そこでもう一回これができるとね、話としては変わってくる。だから今までマルチタスクって中村さんすごく苦手なやつ散々やってきてるんだけど、あれできなくてもできるのは、まあ、練習の賜物だよ。不思議な人だ。不思議ですね。不思議な人です。ずっとできないのに。でもマルチタスク今練習してるから。練習してます。もしかしたら今日これうまいな、マルチタスクやったからまたうまいかもしれない、はい、ね、これもう一回ね、だからここね、パッパッと見て、あるよっていうね、この首を振るタイミング。で、もう一つ、はい、ね、このターンができない人っていうのはまあ普通できないんだよ。なぜかって言ったら、日常こんなターンしてる人いないでしょ。怖いですね。怖いよね。すれ違うときめっちゃ怖くて、何してんだろうって思う。妖怪だよねこれね。夜の公園でこんなことしたら怖いよ。だからちゃんとこれはでも練習しないといけないんですよ、ね、だからちょっとこれ360度回ってって言ったら、はい、これうまいよね、すごく上手。じゃあ逆は、俺ちょっとあれだね、どうぞ。ほらうまいでしょ。まずこれを練習してほしい。今の10回ね、右回り左回り、よーい、はい、1、2、3、4、5、ほら全然だよね、1、8、9、10ね、きついんだよ、はい、内臓ぐちゃぐちゃになるはず、ね、内臓の位置がもうあっちこっちの中でワシャワシャになるんだよね。とてもやばい。でもこれできないと、まあ話になるんだよね。もうあのジャニーズに入るのか、フィギュアスケートやるのかぐらいの勢いで回ってくださいね。そうすると、もう一回こっち側から蹴ってみるけど、はい、もう一回、もっと早く回るのか、はい、そう、回りやすいよね、回るのスムーズになるよね、回るね、この辺ね、ちゃんとインサイドで止めてる。じゃあちょっと俺やってみようかな、はい、ここで触れたら回っちゃうぐらいの勢いで、うんうん、もう触られたら、はい、ね、ボール触れちゃったらもうこのまま抵抗しない。なるほど。それぐらいの気持ちでさっきの、ね、360度回ったから触れば、うん、ね、止まっていいとこ止まるはず、はい、だから分かりやすいのはインサイドの前のね、この土踏まずのところ、またはこっちの指の方だよね、どっちでもいいから、ここで触ってあげると加減っていうのができると思います。でもう一つ、はい、これをもっとレベルアップしたいなって時に、はい、今度は
インサイドアウト。これは、エラシコ、エラシコをちょっとこっちでやってみよう。よし。そうだよね、はい、でこういうほら膝の高さ一定でって話したよね、はい、そうそうそう、この状況いくよ、カメラに向かってやるけど、ね、インサイドアウトを今横でやったものを縦でやったの。なるほど、分かってきた、はい、やってみようか。縦、ほら、なるほど、抜けたでしょ。これ今ね、こうやって直線でやってるけど、これ角度変えたら何でもできるんだよ。すごい、分かった、うん、分かった意外と全部つながるでしょ。つながりますね。難しくしないことだから、この辺ができると話としては変わってる、はい、どうする、もっとこれをさ、ターン早くする方法やっちゃう。やった方がいいと思います。じゃあやりますか。まあね、さっきの360度回るのもやったんだけど、はい、もう一個は180度、はい、ね、この形、うん、まず回る練習ね、はい、じゃあちょっと中村さん今やってみよう、はい、180度、180度ターン、はい、はいはい、こんな感じですかね。ちょこまるし、いい感じです。いい感じですか。いい感じです。次なんか今矢田部さん持ってきてるので、でね、このスピードをね、回転をね上げようぜということで、また新兵器を手に入れました。重い3キロのメディシンボールです。これを持った状態で、はい、360度回ってください。10回1、2、3、4、ほら5、6、ほらやばい、7、8、9、10。やばいね、これだよ、これやった後なんか変やるじゃん、ね、そうすると中の筋肉鍛えられるでしょ。はいはい、来るだよね。来てます。でも嘘、俺中村さんいけると思って見て、徳丸さん、アマゾンから届いたんだよ。中村さんきっと食いしん坊だからもっと食べたいって言うと思ってほら、あ、わ、すごい、本当にしこれ中村仕様だよ。あ、すごい。じゃあどうぞ、いきます。ほら、おかしくなってきた、おかしくなってきた。いいよ、いや、タメさんお願いします。嘘、そんなやばい、あこれ来る、これなんだこれ、これすごい、これ変な腹筋で斜めやるよりいいよ。これいいですね、この辺斜めに、はい、インナーマッスルが来る。でもこれで回ってるよ、なし、軽い、軽いですよね、本当軽いと思ってる。いやだ、バジリンプ来てる疲れた。じゃあちょっと俺やってみるよ、はい、これやった後に、はい、はい、どうぞ、ね、曲がる、早い、早い、曲がったよね、さっきより早い、ここね、パッと回る、うん、いうところ、だからイニエスタになりたかったら、はい、物理的な負荷をかけるのも一つ、うんうん、あとは回り慣れる。そうですね、やっぱり回る、あの普段の生活でやらないバックステップとか、この回る系はやったほうがいい。あ、バックステップも、もう毎日回りましょう、はい、アフラマオになりましょうまとめていくと、ちゃんと首を振るタイミング、相手がボール蹴った瞬間に首を振る、それとあとこの360度、はい、やった上で180度ターンの練習をしてみると楽に感じない方がおかしい、はい、あとエラシコもね、混ぜながらやってもらえると ね、 あの練習になると思います。ということで、はい、チャンネル登録お願いします。終わります。